世界一の戦力を見せてやる。ここは戦場跡みたいだね。どんな戦いがあったんだろう。この地に無断で立ち入ることを禁じます。侍、いや、カリ軍、おでんとして勝負を受けよう。うわっ、大勢出てきた。入ったらまずい場所だったかも。この場所は海軍のものです。敵を成敗するのもまた蛮勇だね。誰が立ち下がろうと僕は負けない。刀が好きなのかな。だったら和の国を蔓延するといいよ。この煙、雷蔵さんの連投の術みたいだ。責務を全うしねえだろ。ランジャーが降参ぜ。ラグナラカ、どこから行こうか。大徳、大名発揮。体を煙に変えるなんて、君、忍者になれるよ。海兵にもあんな豪快な人がいるんだね。
引けを取らない。お、あっちから冒険の匂いがする。誰にも止められない。そうだろう。雷鳴発揮の底力見せてやるわい。よっ、骨が折れたかって。折れたのは私の心です。覇気だけが全てを凌駕し、エジ白人。怪人じゃないみたいだけど手ごわかったな。何が目的なんだ。自由に生きる、そのために。政府に逆らうとは利口ではない。大徳雷鳴発揮、降参ぜ。おとなしくやられておけ。火炎大光昇竜火炎発揮。同じゾーン系には負けてられないよ。俺も混ぜてもらおうか。あっちにもうずうずする何かがある。大徳雷鳴発揮、蹴りをつけよう。降参ぜ、ラグナルク。火炎大光昇竜火炎発揮。蹴りを
をつけよう。降参勢勝手に盛り上がられちゃ困るんだがね。おっと、これは予想外。これがアシラの仕事。海軍も本気になってきたのかな。光月おでんの力見せてあげるよ。雷鳴発見。冷えてきたね。もしや氷の使い手が他に。光から逃げられると思ったら大間違いだよ。目は見えねえでもあんたの強さは分かります。アキだけが全てを夢は叶わねえ。大特雷鳴発見。降参勢これもありそうなやつだ。火炎大光昇竜火炎発見。氷と氷の戦い、僕の方が一枚上手だったな。まあまあだ、無駄にせずやる。降参勢ラグナラク。してる人がいる。まさかカラクリを操っているんじゃ。全部落として回った方がゆっくり漫遊できるかな。君をやっつけたらあのカラクリも止まったりしないかな。出てこないかな。雷鳴発見。どんな正義を掲げようとおでんの漫遊は阻めない。Yeah.
大異国雷鳴発見。おでんが海軍なんかに止められるはずもない。わしが来たが全てを、もう誰も逃がしやせん。大異国、君が海軍の親玉かい？その熱さ僕が冷やしてあげるよ。超三勢、正義が勝つと決まっちょるんじゃ。おっとっと、おでんが煮えたぎるところだったよ。心ゆくまで漫遊できた。もう僕は世間知らずじゃない。